やはりあの警備網が敷かれた時点でロードポーネグリフの写しを取るなんて不可能だったんだ。無理を言い、ユガラの命を危険にさらしてしまった。すまなかった。何を言います！それも全て我々のため。ペドロさんが言った通り、今回二人だけの侵入だったからこそ千載一遇のチャンスだったんです。いずれまたビッグマムからロードポーネグリフを奪おうとすれば、海賊同士の全面戦争は避けては通れない。だからこそ無理をしてでもやるべき作戦だったんです。はい、これ写しですね。いやー、そんなことよりペドロさんこそよくぞご無事で。写し、ふっ、私もあの時は必死でペドロさんにおとりになってもらうしか方法がなかったんです。待て、ブルク、この髪、まさか。ポーネグリフの写しです。それが間一髪で3枚写し終えたその瞬間、そこに現れたのはなんとビッグマム。てめえ、手に入れてたのか。小生もいたというのに、あの並み居る護衛兵を相手に、他の四校たちも喉から手が出るほど欲しがるビッグマムのポーネグリフ、本当に。あ、はい。なんだって、うちのポーネグリフを盗んだだと。